秋田県の中南部に位置する大仙市。日本三大花火大会の一つ、大曲の花火が有名で、一年中花火が上がる町として観光に力を入れています。秋田県は自殺率が全国1位という深刻な問題も抱えており、4年前ここ大仙市に引きこもりに悩む人々を支援するフラットというカフェがオープンしました。3人一緒に出すより1人1人の分まず出してもいい。手で食べる。フラットを創設し代表を務めるマレーシア出身のロザリン・ヨンさんです。現在秋田大学大学院で医学系研究科の助教をされています。2010年頃研究のために日本を訪れていた時、ある引きこもりの当事者と出会いました。これがきっかけとなり、自立を支援する居場所を作ろうと思い立ち、2013年にワンコインカフェフラットをオープンしました。母国を離れ、言葉も文化も違う異国の地で、日本人のためにフラットの運営を続ける理由は何でしょうか。神様が私香港に連れて行って、公衆衛生学び始めて、そして公衆衛生で引きこもりのことを、まあ、統計の仕方とか社会観点と医学観点からこの問題を見ていく、そして自殺予防、多分そこが私にが日本に来た、なんだろう、前奏曲みたいな感じかな。ロザリンさんが設立した NPO 法人ひきやが運営するフラットは、引きこもりや不登校になった若者たちが気を使わずに息を整えてから再出発するための休憩場所を提供しています。失敗しても大丈夫、楽しくチャレンジしようがコンセプトです。引きこもりって多分、定義としては、その6ヶ月以上人と会わない、就職もない、学校も行かないという方々なんですよね。内閣府が2015年に15歳から39歳を対象に行った調査によると、引きこもりの数は全国におよそ54万人。2010年の同じ調査ではおよそ70万人であったため減少したという見方もありますが、最近の厚生労働省の調査では、引きこもりの長期化により40代以上の引きこもりの数は増えているとも見られています。今でも引きこもりは深刻な社会問題となっています。病気で引きこもっている人もいれば、その発達障害 その特徴で、昔は多分性格の問題とか、その人のこととか、それって例えば喋りすぎて人となじまないとか、また内向的で人となじまないとか、そういう形の、引きこもりみたいな形の方もいますけれども、多分私が今接しようと思っているの引きこもりたちは、その障害から引きこもりより、もう本当に何だろう、挫折とかいろいろ経験して挫折したとか、大人になってどういうふうにこの社会と接していくか分からなくなって、また今までただ勉強に熱心して頑張ってきて、実際的に目標と自分合わなくなった時とか、自分に疑いが結構強い人、心が開いていけない
の人たちがメインに中心になってるかな、そういう人たち。自分はもともと引きこもりで人と接するのが苦手で、引きこもったんですけども、フラットに通うようになって、やっぱりこうフラットの場でも緊張したりとか、なかなかこう輪に入れなかったりっていうこともあるんですけど、それでもこうやっぱり人とつながりたいとか、そういう思いは昔から強くて、それがこう勇気を出してフラットにこう通うようになって、少しずつこうそのつながりがなんか自分の中にこうできてくるというか、それで少しずつなんか元気になってくるというか。最初に就職したのが養護施設で、そこをきつくて1年で辞めてしまって、その後はもう本当に引きこもったり、なんていうか半年引きこもって2ヶ月働いたりとか、あとそこ一番長く働いたのが2年半ぐらいのところかな。そういうのを何回も繰り返していって、皆さんが一人ずつその話せる時間を与えますので、この日はこれまでフラットの働きを応援してきた地域の方たちが招かれ、フラットの4周年を記念するイベントが行われました。参加者の前で引きこもりの経験や近況を語る利用者たち、緊張しながらも思いをしっかりと伝えます。ロザリンさんがこうよくありのままの自分でってこう言っていて、だったらフラットに行くときはマスクをしないで行ってみようって心決めて、で代わりにちょっとお化粧するようになったりして、そしたらこうフラットに来る以外でもマスクをしなくてもだんだんと大丈夫になってきました。この4年間フラットの活動を通して利用者とともにいろいろな思い出を作ってきたロザリンさん。この働きの実現と成功の裏には、ロザリンさんの献身と努力のほかに、彼女が所属する地元の教会の兄弟姉妹の支えがありました。教会が祈って、フラットのために祈って、からささやかですけれども、献金という形がフラットにあるということ、それから実際的には、農家の方が、お米を差し入れたり、あるいはお花を届けてくださったり、引きこもりの方に対するこう理解とか、あるいは思いやりとかということがもしかしたら増えて、いろんな重荷が与えられているんでないかなという気はしますね。ロザリンさんが毎週通っている大曲ルーテル同胞教会です。フラットを始めるにあたり、ロザリンさんが最初に相談したのは教会の牧師先生でした。教会としてのサポートとしてはね、ロザリンさんのいろいろなそのシートの関わりですとか、あるいは近所の関係だとか、そういう時に教会の関係者が同行したりして、そしてロザリンさんの引きこもりのいろいろな側面的なサポートをさせていただいております。まず私どもの教会の長老さんの畳屋さんがやってたんですが、長老さんが手に召されて、今そこまず店舗として空いているということで、そこも候補の一つとしてご紹介いたしました。
でその後秋田にも行かれましたが、いろいろ検討されて、して大曲でオープンされることに、神様によって導かれて、今日に至っているところであります。教会の近くの農園でお米やお花の栽培をしているカナンタウングループの小松夫妻も、ここで採れた収穫物をフラットに提供してカフェの働きを支えています。主に農業、農産物の生産というか、花と野菜とお米という感じで生産してるんですけども、はい、私たちも子供がいますから、そういうふうな問題や苦しいところを通っている方たちのことを思えば、何かお手伝いできないかな、まあ、私たちにできることをさせていただきたいなということで、花の販売とかフラットで週1回やったりしていましたけども。祈りとともに河南農園から届けられたお花たちは、フラットの居心地の良さに一役も二役も買っています。ここはあまりアクティブで伝道はしないので、ただそのもともと祈りから始まった奉仕、まあ、始まった研究所というか始まったものなので、もう最初の祈りは本当にもう神様がここに、なんだろう、神様の臨在とその神様の癒しが共にあるように、まあ、せめて愛を感じていく。やっぱりその愛が一番のところが、神様はいつもそう、なんだろう、忘れないように私に教えてくださって、皆さんの祈りの支えで彼たちの変化も見れたんじゃないかなって。クリスチャンに祈られ支えられて成長してきたフラット、ロザリンさんやカフェを手伝う教会のメンバーを通して、クリスマスやイースターの時期に教会を訪れる利用者もいます。私の住んでる近くというか、あまり私の周りにこうクリスチャンと呼ばれる人がいなくて、なのであんまり教会とは縁がなかったんですけど、昨年そういうクリスマス会に参加して、ですごくオルガンの音にすごく癒されて、でツリーを見て感激し、あ、これが本物のツリーなんだなとかって思ったりして、クリスチャンの方と接していて本当にとても優しくて、ですごく皆さんがとてもつながりをこうがすごく強くて、なんか温かいなってなんかいつも感じます。フラットでは一人一人の心地よさを大切にしています。お話ししてもウクレレを弾いても一人物思いにふけっても大丈夫。ありのままでいい場所は無条件に愛されていることを知るための最初のステップです。やっぱり助けてって言えない立場になると、また言えなくなると多分人間はやばいぞだから彼たちから引っ張ってきたのを表現すればいいんだって、話したくないではなくて、ただ安心して話せる場がなかったんだなって。まあ、自立支援プログラムの一環で、今年の4月から私たちが週末にそのランチを提供するようになりました。フラットでは利用者の自立や自信向上を目的に、利用者自身をスタッフとして雇い、地域の方々も利用できるカフェとしての運営を始めました。カフェスタッフの研修旅行から帰ってきた時に、そのこうなんてどこかでそれまではこうどこか緊張しているところもあって、だけど帰ってきた
あたりから1月の終わりぐらいだったんですけど、そのあたりからこうすごく安心するっていうか、こうああ安心するっていう気持ちがこう芽生えて、以前は人と関われないでどうやってつながって生きていくんだ、社会と参加して生きていくんだって思っていて、こう不安しかなくて、でも今そういう気持ちになっていて、でそういう気持ちになっている、そういう心になっている自分の変化にもすごくびっくりしているところが、そうですね、そうあります。フラットの働きを通して、先の見えなかった利用者の将来に一筋の光が差し込み始めています。今までなんか薄のようなものにかかってあったんですけど、いろいろなんかここに通って、そしてまあ足りないものを補っていく過程で、未来への展望が徐々に開いてきたかなっていう感じがします。一人でずっといると結構気が塞いじゃったり、あとこう家にいると、あの家族とか決まった人としか話さなかったりして、こうなんか頭がなまってくるというか、なんか結構あのなんていうかちょっと逆に疲れてきちゃうなってところがあるので、フラットに来ることで結構こういい意味でストレスも発散できたかなという感じがしたので。熱帯雨林気候のマレーシアで育ったロザリンさんにとって、一年の半分は雪で覆われる秋田で暮らすのは容易ではありません。実は私も当事者なんですけれども、父が急に亡くなって何をやってももうダメになっちゃって、それはまた丸1年間で、でもその1年間の中に私唯一のことが知りたかったのは父の信仰。なぜ私の頑固の父親がクリスチャンになったんでしょう。そしてクリスチャンになったのにそれ嘘と思ったんですけども、彼の聖書を見たら性の結構引いてて、それでまあ死にたいながら父歩んだ道を歩んでみて、そのマタイのところでなんか辛い人、疲れた人が私のところに来なさい、そこが多分私にすごいなんだろう、ぴったりあったりのところだったと思う。強がらないっていいんだって、そのままでいいんだって、ありのままでいいんだって。ロザリンさん自身もいじめが原因で不登校や引きこもりの経験がありました。文化は違っても日本で同じような理由で苦しむ当事者たちの気持ちを理解し、彼らの人生に希望を与えたい、その思いに後押しされ、ロザリンさんはこのフラットでの働きを始めました。もともとすごい辛い時期で神様と出会ったので、そして癒された時にこの働きを始めたというところが、多分私の中には、まあ、ミッショナリーとしての使命、まあ、使命感よりもなんかもう神様に委ねている自分の命、自分の考え、だから自分の中にはなんだ、あの種、一つ種が地に落ちて死んで、そして10倍、20倍、100倍そのスプラウトしてくる神様の道を従う、神様の手を強く握ってきちんと歩んでいくという、なんか神様との約束みたい、
旅かな。神様が日本を愛している、それを実感した時から、日本人に神様の愛を届けるため、神様から示された道をしっかりと歩んできたロザリンさん。神様がイエス・キリストを通して私たちに届けてくださった愛を、今日も元気な笑顔で伝えています。一歩ずつ導かれたのは、主と命を共にする道。その命の種がマレーシアから日本へ、一人の女性を通して今芽吹こうとしています。